マイゾーグルジロー君、マイゾーグルメは丼の中のわき。今回マイゾーグルメを発掘にやってきたのは新潟市江南区にあるどんどん亭ダグル。30種類ほどの丼メニューが楽しめ、男性だけでなく女性、ファミリーのお客さんも多い人気店ダグル。そんなどんどん亭の人気メニューはどんどんダグル。タレ唐揚げを乗せた丼なんですけど、うちの唐揚げは香辛料で下味付けてあって、揚げた鶏をタレにくぐらせて味をつけるという形ですね。でタレから揚げてから香辛料を振りかけて、もちろんお子様でも召し上がれるように甘口、辛口、大辛用意してます。お店独自の香辛料で下味をつけられた鶏肉はスパイシーで、ご飯がもりもり進む一杯なんだグル。でもグル次郎は人気メニューに興味なんて全くないんだグル。本題の埋蔵グルメを発掘するんだグル。このお店で一番不人気の商品を教えてください。はい。さあここで問題グル。どんどん亭の埋蔵グルメ、つまり一番人気がないメニューは何だグル。スタジオの野沢さん、5秒以内に4択で答えてグル。正解発表だグル。このお店で一番不人気の商品を教えてください。はい、ボンゴレロッソです。正解はボンゴレロッソだグル。早速ご主人に味を伝えてもらおうと思ったけど、ん？よく見るとパスタも丼に入っているんだグル。料理のジャンルにこだわりたくなかったんで、器を丼にして何でも入れちゃえみたいなそういう感じで、スパゲッティもリゾットもご飯も全部丼で提供してます。どうやって食べればいいんだグル。フォーク、スプーンも用意してますけども、お箸でズズズズッと言っていただければ。というわけでご主人にも箸で食べてもらうグルー。かなり美味しくできてると思います。ベースとしてアサリの濃縮のエキスの、それと生のアサリの出汁とアンチョビが入ります。あとそれを白ワインでソース作って、基本のトマトソースとアサリと一緒に合わせるという形で作ってます。アサリの出汁が効いたソースはパスタによく絡むんだグル。箸で豪快に食べたい一杯なんだグル。これだけ美味しいのになんで人気がないんだグル。一般的に、ボンゴレのスパゲティっていうと白ワインソースを想像する方が多いから、トマトソースはちょっと違うのかなと。パスタといえば白ワインソースをイメージする人が多いから埋蔵グルメになっていたんだグル。そちらはやっぱ結構出ます。そうですね、ロッソの5倍ぐらいは出ます。しっかり深みのある味を楽しみたいんだったらロッソの方がいいですね。どんどん亭の埋蔵グルメはボンゴレロッソです。たくさんの丼メニューを用意して待っておりますので、ぜひお越しください。ボンゴレロッソ、アサリの出汁が濃厚でとっても美味しいので、ぜひ食べてほしい埋蔵グルメなんだグル。